朗報、家賃が払えない人の救世主、住居確保給付金。コロナで家賃が払えなくて人生が詰んだと思っているそこのあなた、とにかくこの動画最後まで見て。今回は住居確保給付金を紹介。コロナで離職や廃業した個人事業主がもらえる。収入が減って家賃の支払いが難しくなった場合、各自治体が決めた上限額まで家賃を肩代わりして大家さんなどに支払ってもらえる仕組み。対象者は次の全部に当てはまる人。1、収入が極端に減少している人。2、収入加減額が超えていること。3、給食医師の明示。4、預貯金金額要件。上限額は支給額を算定する計算式により決定。東京都渋谷区の場合だと、世帯人数1人で家賃支給上限額は53,700円。世帯人数が3人以上であれば、69,800円がもらえる。給付期間は原則3ヶ月で最長12ヶ月もらえる。お金がないのはあなたのせいじゃない。困っている人は勇気を出して、まずは住んでいる自治体に聞いてみよう。